大きな声では言えぬが、あれ持っておろうな。いつもすまんの。これは礼じゃ。受け取れ。大きな声では言えぬが、あれ持っておろうな。やっほー！お主の働きあっぱれじゃ、友よ。これは感謝の気持ちじゃ。これからもわしのためにうんと励んでくれよの。お主、わかっておるな。例のあれあるじゃろ。よっほー！お主の働きあっぱれじゃ、友よ。これは感謝の気持ちじゃ。これからもわしのためにと励んでくれよの。お主、わかっておるな。例のあれあるじゃろ。わしのためよくあれを集めてくれた。敵味方の関係なんぞ水に流そう。心の友よ。友情の証じゃ。あれの次に大事なこれをお主にやろう。お主、わかっておるな。例のあれあるじゃろ。わしのためよくあれを集めてくれた。敵味方の関係なんぞ水に流そう。心の友よ。友情の証じゃ。あれの次に大事なこれをお主にやろう。満足じゃ。この土産を持って家族のもとへ帰ろうかのい。Thank you.
もはやあやかしの力なくして生き残れぬ。届くまい。
彼岸にてお待ち申し上げております。お逃がしくださいませ。我らに残された道は天守へ攻め込めぬようからくりを用いるとは見上げたものですな。いかにして進むか、これは腕が鳴りますの。
救いのものをよこすとは味なこと。姉川で直隆を破ったのはお主か。ならば心置きなく夜叉となろう。No!
体。霊石が見せる夢は代償を伴う。あ？誰だおめえは。恥を忍んで哀れみをこいもす。何とぞ一打を。一と過ごした日々は守るべきものを私に教えた。なれど憧れた兄上の背は追うほどに遠ざかり、余人の及ばぬ彼方へ。募った深い悩みは心に隙を作り、ついに引き返せぬ道を選んだ。兄上が作る世には光がない。輝かしい世に愛する者だけは残したい。急がんと、火が。最後のお別れをする暇をください。
遠慮するな。今日は機嫌がいい。良い余興であった。迷いや悔いを残して果てるは惨めなものよ。故に人は短い生に死力を尽くす。なれど死に逆らう有の行く末、嵐が吹くか虹が刺すか、我が天元をもって見極める。